バオータイカンボは、中華人民共和国湖南省庁察志府要区にある、紀元前二世紀の墳墓。前巻のリアオとその祭祀を葬る。1972年から1974年にかけて発掘され、国際的に注目された。発掘時、リアオの妻のミイラがまだ生きているかのような、保存状態だったことで知られる。副葬品に、 貴重な工芸品や白書が含まれており、考古学だけでなく文献学、中国史、中国思想史、中国医学史、中国書道史などの書分野に重要な資料を提供した。現在の馬王体幹部。馬王体幹部は、湖南省庁佐市の中心から東へ約 8km の位置にある。五代十国時代に調査で、 相うとして割拠した馬院の墓といつからか誤って伝えられ、これが馬王体という名の由来になった。1951年、中国科学院考古研究所の調査によって、漢大の墓葬群と認定され、1956年以降は、湖南小文物保護単位に指定された。1971年末、近隣のものが、 東側の丘に墓孔を発見し、翌1972年1月から、湖南省博物館と中国科学院高校、研究所が中心となり、全国から学者を集め、大規模な発掘が行われた。やがて出土した棺から生けるガゴき夫人の遺体が、発見されると、100社に上るマスコミが競って、これを報道し、周恩来総理から、一般庶民までがこの、 西館女子カバネの発見に沸き立った。中国国外でもこのニュースは大きく報道され、広く関心を集めた。副葬品の漆器に、高価風泥に、高価進むとあったことから、警定の時に劣行に除せられた、高価ゆかりの女性と考えられた。発掘の成果が、極めて大きかったことから、東側の丘を一号母とし、 1973年11月より、西側の丘を二号墓として発掘が再開された。二号墓は東大に洞窟された跡があり、数度の洞窟で内部が破壊されていたが、残されていた、副葬品の中に、リアオと刻まれた、玉印、及び、甲の印、調査上昇と刻まれた動員という、決定的発見があった。これらの副葬品、紛糾が二つ並んだ。 肥沃塚になっていることなどから、二号母は、初代、河野リアを、一号母はその妻と確定した。三号母は一号母の南に渦漏れるようにあった。洞窟の跡はなく、男性の遺体は骨のみ残り、リアを夫妻の息子と考えられた。三号母の副葬品では、特に白書が重要な文献学的発見となった。発掘調査は1974年1月に、 完了した。現在、一号墓は埋め戻されて高さ20メートルほどの赤土の昇級となり、三号墓は墓口に上屋をかぶせ保存されている。一号墓被葬者の遺体、棺、及び副葬品の一部は、調査の湖南省を博物館で一般公開されている。墳墓は東西にほぼ同じ大きさで並んだ二つの墳丘からなり、 東側が1号墓西側が2号墓そして1号墓の砲土に覆われる形でその南側に3号墓があった。東西の丘はそれぞれ高さ15から16メートル、底部の直径40から60メートル、長部の間隔は約40メートルであり、1号墓の場合、長部は直径30メートルの平坦面になっていた。1号墓は後に発掘される2号墓 三号墓の報道を部分的に破壊していたため、それらの後に造営されたと考えられる。三期の墓はいずれも、噴休、北側についた、斜破式の墓道、やや南北に長い長方形をした縦穴式の墓口、その底部に、木板で構築された、角質からなる。ここは、もともと、高さ四から五メートルの自然丘陵であり、墓を造営するときにまずその丘で、 墓口の下半分が7から8メートルほど垂直に掘り下げられ、ついで一層ずつ反築しながら墓口の上半分、及び墓道が築かれた。一号墓の墓口を上から見た図。北側に墓道が通っている。墓口の構造は3本とも基本的に同一であり、まず墓口部分が、四辺とも階段状に作られ、 その先は墓底まで次第に狭くなるよう、おけ状に作られた。墓口と墓底のサイズ、深さはそれぞれ以下の通りである。墓口は、北辺中央部から外に向かって、谷状に切り開かれ、そこに、墓道が通された。墓道の内側末端は、角板と等しいかやや高く、外側は墓口付近の高さまで上り坂になる。 二号墓と三号墓の墓道は、両側に高さ一メートル余りの二体の木座偶人が、向かい合うように置かれ、それらは、木の骨組みに縄を巻き草藁を混ぜた泡ぶら泥を、肉付けして作られていた。一号墓の間隔の模式図。木組みを上から見たところ、墓工程部の中央に、巨大な木板によって、角質が構築された。まず三本の枕木を敷き、 その上に二重の底板を乗せ、さらに木板を、いげた状に組み合わせて、角を作り、間室を呼び、辺箱とした。その上は、長板と二重の外板で覆われた。一号部の角室は、長さ、幅、高さが6.734.92.8メートル、あり、合わせて5 2立方メートルもの木材が使われた。木材は松であり、70枚ある木板のうち、 最大のものは4.841.520.26メートルで核の側板に使われていた。組み立ての際に金属製の釘やノコギリ、カンナが使用された痕跡はなく、すべて斧、長蛇、のみだけを用い、かけ継ぎ、ほぞとほぞ穴、ほぞ釘などの接合方法によって構築された。核の上下 C には内部を包み込むように、 厚さ0.4から0.5メートル、重量5トンの木炭層が、その外側には、厚さ1.0から1.3メートルの白高低層が作られた。白油泥は、粘度が高く、浸透性が非常に低い。この木炭層と白高低層が、内部の密閉に決定的な役割を果たしたと、考えられる。埋葬が済んだ後、土を埋め戻して突き固め、 広大な紛糾を築いた。墓の形式と副装品は、ほぼ素絵の様式に従っている。一号墓は一角四筆技、二号墓は一角二貫、三号墓は一角三貫であった。一号墓は三基のうち最も状態が良く、縦穴木角木幹墓の原型をほぼ完全に止めていた。一号墓と二号墓の紛糾は高さ5から6メートル、三号墓の 墳球は一号墓のもとに渦漏れ2から3メートルほどが残存している。各墓の被葬者は、前漢初期の調査国で上昇を務め初代、孔となった、リアオ、その妻、息子である。被葬者らを特定する上で手がかりになったのは、3期の墓の位置関係、副装品である竹氷や土器の釜などの器物に付けられた、高架、進むの風で、湿気に書かれた。 校歌の文字、出土した女性の悲壮者、二号母から出土した、リアを、校の印、調査上昇と刻まれた、印象、三号母から出土した木的から悲壮者の、死亡年が、全六十八年と考えられること、校の方圏を記した、式季巻十九、軽定魔校者年表及び末、勘定巻き十六、校恵み高校文校診表の記述、などである。これらにより、 各墓の被葬者は確実に証明された。湖南小博物館で展示されている、新遂の遺体被葬者は、リアオの妻、新遂。埋葬方式は行画新転送であり、館内を満たす約80リットルの無色透明の液体に遺体は浸っていた。遺体は2枚の肌着を含む18枚の絹や麻の強化扉を置き、9本の帯で縛った後、 二枚の真綿の、襖すひがかけられ、合計二十枚の衣類に包まれていた。顔には濃い小豆色の二色のハンカチがかけられ、両腕と両足は、絹の帯で縛られ、青絹の靴を履いていた。悲奏者の開いた口からは、舌が突き出て、その顔つきは未だ正気が残っているかのようだった。棺は酔いで、いずれも、死の板を使い、感覚と同様に駆け継ぎ、ほぞとほぞ穴。 補足着などの接合方法で組み立てられた。大きさは、外観が2.951.51.44メートル、内観が2.020.690.63メートルであり、4つの、棺が隙間なく、重なり合うよう作られていた。4. 棺とも内壁はシュール紙が塗られているが、外壁の装飾が次のように異なる。副装品はべて変箱の中に置かれており、 1400点を数えた。目掛け心髄と読むべき術記の印象が見つかっており、被装者は、リアオの妻、生命は、心髄、と判断できる。医学的初見心髄の生前の姿の、復元モデル病理解剖の結果、遺体は外形のみならず、内臓初期間、さらには、繊維性結合組織、筋肉組織、軟骨、血管など微細組織に至るまで、 生前の状態に近い良好な保存状態が保たれていた。女性の年齢は50歳前後。身長154.5センチメートル、体重34.3キログラム、血液型 A 型、出産経験あり。皮膚表面は赤糖色で、皮膚組織はまだ出順かつ弾力性を残していた。頭髪はまばらだが白髪はなく、光沢が残り、 少し力を入れて引いても抜けなかった。眼球がやや突出し、右鼓膜に穴が開いていた他は感覚器に異常は見られなかった。歯は16本残っていた。四肢の関節は動かすことができ、骨格は末端がまでほぼ完全であり、脳は1、3に萎縮していた。皮下脂肪が各所に見られ、小太りだったと思われる。悲壮者が 生前多くの疾病にかかっていたことも判明した。具体的には、肝状動脈性の心臓病、多発性胆石症、全身性の動脈上場硬化症、血球中病など、各種の寄生虫病、椎間板、ヘルニア、胆脳の先天的気形、右腕骨折が確認された。いから、膜は売りの種が多数出てきたため、 被装者が死亡したのは夏、食後2から3時間後と考えられる。被装者は、栄養状態が良く、長期に病がした様子も見られないことから、胆石症の痛みが、感情動脈性心臓障害の発作を誘発し、休止した、という経過が最も考えられる。他、先端の服用による、水銀中毒、鉛中毒、ヒ素中毒が、 死因になった可能性も指摘されている。室バネ被創者の遺体は、室バネと呼ばれる、得意な保存状態にあった。2100年以上という年代のふるさと、その良好な保存状態は、世界の死体保存例のうちでも極めて稀なものであり、医学的にも高い研究価値を持つ。遺体が良好に保存された要因として、以下の点が挙げられている。被創者は、初代、 リアオ、洞窟により、遺骨は散乱した状態だった。副葬品は、漆器、武器、陶器など200点がまだ残されており、その中に、リアオと刻まれた、玉材死因が1個、孔の印、調査上昇と刻まれた、時行き中道院が、各1個ずつ、計3個の印象が見つかり、これが被装者を特定する、決定的証拠になった。式を呼び、感情によると、 リアオは、前186年に没しており、埋葬はこの年あるいは1から2年後と見られる。被葬者は、リアオ夫妻の息子で2代、コ王、リキ、あるいはその兄弟。遺体は腐敗して、骨格だけが残り、科学的調査から30歳前後の男性と、鑑定された。棺は、三重で、外観と中間はいずれも外側が、褐色の漆塗り、内側が種の漆塗りだった。 内観は内外とも漆塗りで、刺繍と銃剣金の縁取りを施した絹で装飾され、また外観は人のの白画が多い、館内の両側板にも、それぞれ、各一枚の白画が掛けられていた。副装品はすべて変箱の中に置かれており、漆器316点、木曜106個、竹氷53個、剣作など、1000点を数えた。副装されていた木徳から、 埋葬年は全168年と見られる。文献では、力は全165年に没したことになっているため、被葬者は、使名不詳の兄弟と考えられてきたが、近年、力の印が出土したため力とも考えられる。合わせて3000点に上る、副葬品の多くは変箱に収められていた。種類としては漆器、織物、瓦家、竹器、木器、器用、 楽器武器、農畜産品、食品、売り、薬草、畜管、印象、白書などがある。これらは、当時の思考業技術はもとより、文化、社会生活を知る上で極めて貴重な実物資料であり、歴史学、考古学、文学、哲学、神話学、音楽、医学、農学、天文学など、様々な分野の研究に資するものである。 一号母の白画、白画一号母、三号母の内観の外観には形、内容ともほぼ同様の白画が掛けられていた。いずれも T 字型の一重の絹字で作られており、上苑に竹んぼが通され、吊り下げるための絹の掛け紐が付き、T 字の四箇所の下場四隅には棒が付けられていた。当時の早々儀礼に欠かせなかった旗々であろう。一号母の白画は、 長さ2 0 5トル上端部の幅は9 5トルあり、完全な保存状態で出土した。三号母の白画は、長さ2 3 3トルである。白画は、緑色に染めた絹の上に、主に鉱物性の顔料を用いて、色彩豊かに描かれている。絵の主題には、その地方色が、色濃く反映され、当時の素訪絵の幻想的。 屈原的な雰囲気を忍ばせる。この切れ側中国古代絵画の最高傑作と言い得るものである。白画の上部は天上界を表す。まず上端中央に人身ダビの新人が座している。一人神で邪神部分が赤いことから三海行の食流と推測される。新人の右側赤い太陽の中には黒い鳥が、左側の三日月の中には 引き返るが描かれている。これらは、ワイナン子の日中にガラスあり、思考して月中に引き返るありをその通りに描いている。太陽の下にいる竜の傍らには八個の赤い円が描かれている。これは芸が九個の太陽を追い落とした伝説に関係すると考えられる。したがって竜と絡み合う樹木は三階行にある不相であろう。 三日月の下にいる竜の傍らには、一号母の白画では、飛翔する女性が、三号母の白画では飛翔する、上半身裸の男性が見られ、飛走者の小線図となっている。竜の下の天文には二人の役人が向かい合って座り、その後ろの柱には、氷がしがみついている。これは、素地の、昇拠を思わせる。現世界に入り、 天文直下の花蓋の上には一体の鳳凰が、下には人面の奇怪な鳥が飛んでいる。その下の左右には竜が描かれ、下の型で壁を貫き交流になっている。その竜に挟まれる形で、悲壮者の出向の場面が描かれる。一号墓の白画では、極旬の長を着た老婦人が杖をついて立ち、後ろには女性三人が従い、前に、 男性二人がひざまずいている。三号母の白画では、粒子館と首脳長意をまとい、腰に体験した男性が袖に手を入れて歩み、周囲に九人の人物が従っている。その下にある宴の図は、悲壮者を見送り、霊魂を導き昇天させる意味を持つ。あるいは悲壮者が、死後の世界で食事を楽しむ様子を描いている。料理や酒をふんだんに備えたその共演の席を、 二匹の大魚の上に立ったら真の力士が支え上げている。彼は素地の昇根にある土白の怪物かもしれない。彼の周囲には霊気、死などの霊長が描かれている。これら壁から下の部分は地下界を表す。白画の名称は議論はあるものの、検索にある火と考えられる。これは衣の形をしているが衣ではない旗旗。 といった意味合いだが、火は、寛大には、音通で、火と返することもでき、火すなわち、火として、霊魂の秘書を焦点を願った名称であろう。白画全体の主題も火奏者の、引き魂焦点と言えるものである。三号簿の内観の左右側板ではそれぞれ別の、白画も見つかっている。右側板の白画は21294センチメートルの、ギズイズで、 比較的保存状態が良い。画面左上に、被走者らしき男性が描かれ、粒子感をいただき、長方をまとい、腰に宝剣を帯びている。後ろには彼に傘を差し掛ける従者と俗間が20人ほど、従う。彼らは、右側の五段の土壇へ向かっており、周囲の車馬隊、奇獣隊、学隊はすべて被走者に顔を向けている。 これはおそらく被壮者が生前に挙行した盛大な検閲儀式を描いており、そのシャバギズエの場面には合わせて100人余りの人物、数百頭の馬、数十両の車が描かれている。左側板の白髪はかなり傷んでおり、全体像は不明だが、2編の残編によると、家屋、シャバ、本場、 船を漕ぐ女性の場面などを描き、右側板のものとよく似ており、いずれも被装者の生前の豪奢な生活を描いていると思われる。白書副装品のうちでも特に価値が高いと考えられている。3号部の大きな長方形の漆箱から2種が発見された。一つは48センチメートル幅の白で、約10センチメートル幅で端から長方形に折りたたまれ、 二十四センチメートルほどの高さに積み重なっていた。もう一つは二十四センチメートル幅の白で、幅2から三センチメートルの木片に巻かれていた。前者は折り目が切れてしまっており、後者は白同士が固着して展開できず、痛みがはなはだしかった。いずれも修復と整理には最新の注意が払われた。畜巻、木徳一号母からは三百十二枚の畜巻が、 出土した。缶の長さは2 7 6トルで、角缶に2から25字が牧書され、上下を細い麻紐で交差させて網巻物状にしていたが、出土時には散乱していた。文字の多くは識別可能である。3号墓からは410枚の検索畜巻、200枚の遺書地区巻、7枚の木徳が出土した。地区巻の長さ、形式、 所帯は一号母のものと全く同じである。一号母の絹織物一号母の絹織物衣類、織物一号母の竹氷から見つかった衣類、織物類は年代の古さ、数の多さ、種類の豊富さで過去に比類のないものである。保存状態の良いものが100点、内完全なものが58点ある。これらは、関代の高度に発達した。 防石技術を示すものである。多くは絹製品であり、一部は麻製品であった。絹製品は、すべてやい子の糸から織られ、麻製品は、蝶麻や大麻で織られていた。絹製品の織り方は、平織りの絹と車白糸で文様を織り出した木と、ラキ色糸で織った錦に分類され、大部分は染色、すり絵、刺繍などの加工がなされていた。 製品の種類には、以下のようなものがあった。一号母の副葬品で特に注目されるものを以下に、あげる。三号母からも絹織物が多く出土し、保存状態は劣るものの、一号母には見られない、文様の二色も発見された。また、漆車棒は特に珍しいものである。一号母の漆器類、漆器漆器類は副葬品のうちで、最も品数が多い。 保存状態の良い漆器には、まだ十分に光沢が残っていた。大型の漆器は木原だが、自敗、番、死、少年などの小型の漆器は、強調腹である。装飾手法は漆絵、粉色り、水角の3種類が見られる。文様は、各種の雲気分、流門、鳳凰分、雲流分、雲、大鳥踏み、射生動物分、草葉分などが見られる。 奇形はかなえ、壺、金、ね、型、常、ね、さじしししゃく、じ尺、自じ自い,い、う、案、食ん、つまみ,みきびびょう病部、広しぐなどが見られる。一部は、同性の福林や螺鈿で装飾されている。多くは、霊書体で、高下、あるいは、ゅ、くんさ種、わいしょくと主食を進める言葉、あるいは、石、四と、二と、一と、九章、一章と、 容量が記されている。静止草、静止やぐり、南郷など工房名が木原に落印されているものもあり、一部は生徒の幹部の工房で制作されたことがわかる。河原家時には、霊出媒頭と各種の高等感がある。前者は、再絵がなされたり、表面に鈴白状のものが張り込まれ、機内に液体状のものを入れた痕跡がある。 当社は剣部に陰門があり、機内に食品を入れ、口を草と泥で咳、硬下、進むの風泥で封じ、経部に食品名を霊書体で記した竹札が下がっていた。竹氷竹氷には、多くの絹織物、農畜産品、食品、薬草などが収められており、風泥箱と木札が付けられていた。風泥箱には、硬下、進むの風泥があり、木札には、 霊書体で、中の衣類、食品などが記されていた。食物一号母からは、容器に入った多くの食物異物と、早々儀礼用の献立てを記した畜管が見つかっている。これらは、大衆、最小階級の総礼用という点で庶民の食生活を必ずしも反映はしていないが、全2世紀のカナンにおける、食物事情を具体的に示す貴重な資料である。湿器。 河原家、畜合理からは以下のような食物が見つかった。食物異物には科学的鑑定が行われ、次のような知見が得られた。蓄管には次のような記載が見られた。楽器出土した楽器はいずれも良好な保存状態にあり、中国の古代音楽研究の上で重要な資料となった。一号簿からは25弦の質、22管の1組の 律が出土した。律は12本の竹笛から構成され、そのおののに、漢書の12律の名称が記されており、音楽史上、突起すべき発見である。3号部からは、質、7言語と、6項の章が出土した。律、こと、章は、漢書の楽器としては初めて発見されたものである。木曜用はすべて木製であり、合わせて260個余り。 うち一号母からは男女合わせて162個が見つかった。一号母の器用についてみると、まず大きさで10から84.7センチメートルのバリエーションがあった。また絹製の方や冠をつけた着衣用と本体に直接着衣を描いた再栄養の二種があった。また姿勢り立用と座用の二種があった。かたどった身分や職には肝心、女侍。 武人、歌人、学人などがあり、当時の階級制度の一面を反映していると考えられる。第三管と内管の隙間、内管の蓋と白画の間にあった36個の小さな器用は桃の木から作られており、これは壁者のためと思われる。泥製銘線銘線が大量に見つかっている。泥製銘線が大量に服装されるのは、 調査の全官部の大きな特徴の一つである。ドロゼニには、藩領、栄章の二種があった。藩領のドロゼニは、官所の八種藩領船、四種藩領船を模し、章のドロゼニは、その黄金貨幣を模したもので、これは、当時の調査一体で、依然として、その貨幣が流通していた物証である。武器三号簿より、剣、貨、矛、石弓器、や、 矢筒などの武器が出ているが、剣柄と椿の実が精銅製で、タは牛角を用いた名器である。精銅器精銅器は非常に少なく、これは干渉の銅不足によるものと考えられる。上述の武器を除けば、東京帯針など数点があるに過ぎない。貴金属二号墓より、銀体針が一点見つかったのみである。日用品日用品には枕。 枕金、基金香袋、楽器の袋、物入れ袋、その他の器物にかける覆いなどがある。化粧用品1号簿の2個の漆お及びその中の小箱から、被装者が生前に使っていたと思われる以下の、化粧用品が見つかった。3号簿の白書3号簿から発見された白書の、内容は、戦国時代から、全漢書期までの政治、軍事、思想、文化、 科学など、多岐の分野にわたり、また多くの一書未知の系統のテキストが発見された点からも、高い学術的価値を持つ。白書の大部分は、主者で、幅0.7から0.8センチメートルの経線を、引いた後に、牧書されているが、経がないものも一部ある。自体は、天書と霊書があり、天書の写本は、前196年頃、霊書の写本は、 全180年頃に行われたと見られる。書の技巧的な品質にばらつきがあることから、同一人物が一度に書いたものではないと考えられる。内容は12万字余りに上り多くには、変代がなかったが、復元、整理の結果、おおよそ28編が含まれていると考えられた。それらは、感字芸文詞の図書分類法に従って、次のように分類された。 収益と老子以外は多くが古代の一書であり、伝来している書についても、変名や軸に相違が多く、歴史学、哲学、文字学、訓古学、音韻学など多方面に多くの研究資料を提供した。また古代史の記述は古籍の交換の根拠となり得るものである。以下、主要な白書について衝述する。収益。 春秋時語十六章からなる。炉の陰口 C 殺事件から進むの里氏滅亡に、至るまでの春秋時代の孤児物語を扱う。人物の発言の記録に重点が置かれ、一章につき一つのトピックを扱い、国史や変年体の定裁は取らない。内容の大部分は、軸の相違はあるものの、春秋三伝や国語に見られるものだが、 今まで知られていなかった事柄も一部に含まれる。戦国十王箇書二十七章からなる。うち十一章の内容は、戦国時代における、十王家たちの言説集であり、現存の、戦国作と、式にもほぼ同じ文章表現で見られるものである。残りの十六章は、一文であり、主に、祖神の遊説活動について記している。老子校本、校帝書。 老子おつ本の巻き前に置かれていた四篇からなる一書である。いずれも当初からの編名を有し、内容及び、書者当時の歴史的背景を踏まえ、一括して皇帝書と名付けられた。老子おつほ本,本同様、特教が同行の前に置かれている。また章はけがされていない。後本とおつ本を比較すると、章の順序は、 基本的に一致するが、わずかな違いが見られる。原稿本、後本、おつ本の三者で比較すると、それぞれで軸の相違が見られる。慶徳後本、おつ本、平本平音明家に属する内容であり、数種類の式番図を含む。平本で詩人に言及するくだりは、来期極例上の記述とにいる。五世占い天文星占いに関する一書であり、本来の変名は不明。 占い字の各所に、監督と、石猿からの引用が見られ、特に前者が多い。五世の運行を記録したものとしては、中国に現存する最古のものであり、変の末尾には、全246年前177年の70年に、渡る木星、土星、金星の位置が記され、またこれら三世の会合周期における動きが記録されている。 これらは古典文学にとって貴重な資料となっている。天文気象像占い彗星図。占い文は、これらの彗星が現れると、平乱や、薬病の流行が起こると記す。天文気象像占い天文気象に関する占いの書であり、本来の変名は不明。354条の占いが記され、全体にわたり、気象による占いが中心だが、 水星や星の運行など天文現象による占いも見られる。水星の形を描いた図としては、世界で最も古いものである。四季法かつては、天正音名五行と名付けられていた。破損、断裂が著しく、2006年時点で、まだ整理、修復が終了していない。天一、四、天地、上一日、祭り、四季図、警備など七つの部分を含み、 式図には、式番図が見られる。霊書音名5行内容の一部は、上の、式法に近いが、他に、平音名化の主張も見られる。相馬行霊書体で書かれた5200字ほどの一書。今もと、相馬行とは全く内容が異なる。52秒型、52秒型、中国で発見された最古の違法書であり、本来の変名は不明の一書。 原山図、養生図、雑量型いずれも一緒であり、本来の変名は不明。動員図、動員図幅0.5メートル、長さ1.4メートルの白に絵と文字で描かれている。調査国南部図、調査国南部図、調査国南部の地形を記し、現在の湖南小南部の小生流域とその周辺にあたる。幅50センチメートルの白を2枚つなぎ合わせた。 一辺 96cm の正方形で縮尺17から19万分の一描写の中心となる部分では精度が高く、河川の屈曲も概ね現在のものと一致する。中群図、中群図湖南省最南部、高架県の多高流域にあたる。縦 98cm、横 78cm、縮尺8から10万分の一黒、紅 の三色を使い、河川や山脈を薄い色で、軍の駐屯地や、防衛境界線を濃い色で描いている。加えて、里の名と、個数、廃村らしきものも示され、当時の樹落の実態を知る貴重な資料である。一号墓の畜間は、霊書体で書かれた全二千六十三時の、検索だった。散乱していた畜間は復元の結果、副食品、調味料、種類、 洋食、漆器、瓦家、化粧用具、衣類、楽器、蓄器、木製と土製の名器の順に大体なっていたと考えられている。検索の内容と実際の副装品を対象したところ、ほとんどが合致した。それゆえこの検索は副装品の名称同定に極めて役立ち、これによって初めて名称と形態が一致した、関大の器物も多い。また、 感所の社会経済、農業生産、生活習慣を研究する上で貴重な資料となっている。3号簿の検索の内容は大部分が1号簿のものと一致するが、社器、学部、従者、彼らが所持する武器、技術楽器などの内容も含まれる点が異なり、それらは3号簿に服装されていた企業や筆両側の白画の内容とおおよそ対照できる。 また、食品、衣類、各種器具についても一号簿にないものが多く書かれている。一書館は二館からなり、そのうちの一館は、皇帝内教の内容に近く養生について述べ、別の一館は、棒中術について述べている。三号簿の目的は、三枚に自社と、社器、二枚に服装された食品とその容器、一枚に衣類、一枚に埋葬技術と封をした人物が、 記されている。最後の一枚の内容を、三等省倫理官房から出土した、元光元年歴府と称号した結果、埋葬時期は、文平の初元12年2月と推定された。北緯28度12分31秒、統計113度01、分18秒。 北緯28.2086度統計113.0218度28.2086113.0218ありがとうございます。